はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回なんですけど、あのですね、僕本当に最初の、バウンティーをまあそのガチャだけやってた時ですね、もうランクも C とかでやってた時に、あの超フェスの杯いるじゃないですか。まあ赤犬ですよね。その赤犬と勘違いして、よっしゃー来たー神引きやーって言ってて、コメント欄で非常に指摘を受けた、この海軍本部の超フェスではない杯がいるんですよ。はい、こちらですね。で、この杯、実はもう一体ゲットしたんでレベル70なんですよね。まあでも今日はちょっとさすがにこうやってリーグ潜るのは嫌なので、まあちょっとレベル80固定のその CPU 戦でやっていくんですけど、ちょっとこの杯をちょっと使ってみたいなと。はい、まあ多分超フェスでもしかしたら結構そろそろ杯多分復刻来ますよね多分。まあさすが2月の超フェスは新キャラだと思うんだけど、3月4月とかで、その新キャラじゃなくて復刻みたいなのがなんか来そうな気がするんだよね。杯あたり、そろそろ多分杯なんじゃないかな。なのでちょっとこの、こちらの杯をちょっと今回使って活躍させてみたいなと思います。はい、というわけでじゃあ行きましょう。で、その後ね、リーグバトルもちょっとやっていきますのでよろしくお願いします。 S ランクまだ昇格じゃないけど、まあそこら辺もちょっと視野に入れれてるのでね、行きましょう。はい、というわけで、杯ですね。まあ一応サブにフーズフー入れてますけど、まあ杯やられても杯のみ出す感じでいくので、杯オンリーでいきます。ウォーターセブンとドレスローザか。ちなみにこれ杯使うのは初です。初プレイです。だからスキルもどんなのかも知りません。あの超別の杯は動画見た。最近もう1日6本ぐらい実はバウンティーの実況、他の実況者様の動画をなんかなんだろう、はしごというか6チャンネルぐらいなんか動画見てますね。はい、これでだいぶなんかその立ち回りとかあれだけど、まだ持ってないキャラクターとかいっぱいいるし、まあ今後その S プラスとかになった時にいろんなキャラクターをリーグ戦で使っていきたいんでね、その時のために今ちょっといろんな、その要はこのキャラクターはこの立ち回りみたいな、それをすごい今勉強してるので、はいこの通常杯の動画なかったんだよね。あったんだけど超フェスのが基本的にだったね。ということでじゃあ行きましょう。まあでもコンピューター相手だからいけるでしょ。行きまする、参ります。よし、行きましょう。わあ、スネークマン、わあ、スネークマンの中いっぱいだ。待って、これ赤と、あー赤同士か。まあじゃあ行きましょう。もう今回はもう戦っていくよ。うわー、なんかスネークマンがいっぱいいるよ。これどうしよう。とりあえず大噴火どう、一直線の技ね。で、これは普通によいしょよいしょ、殴ってぽい。危ない、やめて。これは流星火山撃つか。流星火山撃っちゃって、いやこれ一掃できるんじゃない、流星火山で。ああ撃たれた。え、途中で今、あ、途中で解除されるんだこれ。待って、これは今殴りに行っていいか。いや、これもちょっと一回引いて抜きに行くか。ちょっと抜きに行きましょう。ここはちょっとまあ勝ちにです。あ、やばい、来るか。いや来ない、来そうな気がする。とりあえず抜く。いやー、危ない、危ない、死んだんじゃないの今、危なかった。とりあえず抜いて、とりあえずスネークマンは敵と思えばいいか。やめて、危ない、おお、危ない、やめてくれ。そんな杯のデビュー戦なんだから。とりあえずここら辺一掃しちゃいますか。オッケー、 KO! オッケー、素晴らしい。で、ま、痛い、やめて、強い。バギーか、バギーでやられたのか。そして私は残念ながら、杯しか使えない今病に犯されておりますので、やばいぞこれ。待って、ごめんな、みんな待っててくれ。今杯がいるぞ、杯が参る、行くぞ。何やってた、あ、抜いてくれてる。オッケー、抜いてる、抜いてる、いいぞ。14、やばい、これ終始まずいです。これは待って、まずいんじゃないか。これどうする、ウルージじゃないな。これとりあえず吹っ飛ばして、いやこれなんだ、ここちょっと待って、ここ抜けよ、ここ抜いて、逆に真ん中抜けるぞ。これ真ん中抜いて、ここ空いてる、あ、空いてるぜ、お嬢ちゃん。で、チームブーストがもうちょっとで発動。ピアッサバババ、危ない、あ、チームブースト、いきます、いけ、流星火山。踊れ、ほらー、KO じゃい。何しと、やべ、これ、終わる、逃げる、一回逃げます、
逃げたい逃げたい逃げたいな、よし抜ける、いや抜けない抜けない、やばいやばい、緊急がいない緊急がいない、やばいやばい、しかも僕杯しか使えない病にかかってるから、やばい残り30秒なのにまだ出撃できません、杯しか使えない病にかかっております。ランクさん、やばい、バギーがいる、クズーで抜きたかった今そう、今防ぐべきだったクズーで、あ今抜いてくれるから一旦これで、これ中央抜きた、いや中央じゃないか、待てあれ防ごう防ごう、やめろバギー、届くか、届いた、危ねえ、まだ抜く抜く抜こうとしてる、やめろー、くそー、ふざけるなバギー、抜くぞ俺は抜くぞ、抜け間に合え、いやごめん、ね、コンピューター開いてないけどごめん、これはこれいやちょっと僕が使っちゃいけないという典型的なまずアタッカーが下手だからなあれだけど、まあでも楽しかったよ、流星火山はもっと離れたところで撃つべきなんだね、あれは突っ込んじゃいけないんだね、もう基本的にあれなのかな、その大噴火も含めてだけど、めっちゃ離れたところから撃つスキル、特に大噴火そうだよね、大噴火は離れたところでボン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 って撃つ感じか、いやーやっぱ一応これは動画見な分からんな、よしじゃあ行きましょう、一応お味方にベックマンがいらっしゃ、おー MVP 素晴らしい、ベックマンがいるのでちょっと譲りましたね、マムというかディフェンダーは、でまあ夢ルビー多いので、まあ、シャンクス刺さるんじゃないのかな、どうだろう、じゃあ行きましょう、まあ僕基本的にアタッカー下手だからな、てかアタッカーってかマムが、マムはあれ正直プレースキルいらないからさ、だから僕は今正直勝ててるだけであって、はっきり言うとプレースキルはないからな、いや僕はこれ守るべきな、いや行こう、これは行きましょうね、長押し、いけるな、当たりません、すいませんミスりました、はい危ない、でこれはどうする、向こう行く、じゃあ抜いちゃうよ、じゃあ抜きますよ、抜いてで今味方が、あっちょっ、危ない危ない危ない、ちょっと待って、あしまった、バカバカバカ、今長押ししな、待て待て、これ抜くよ、抜いて抜いてからどうしようかな、これは1、いけない、マジか、ダメか、今あら今緊急会議なかったっけ、今押したんだけどなかったか、まあ、とりあえず降りんでいきます、僕は降りんでいって D はまだ来てないね、裏取り来てないんで150にして、で降りんが今これ来てんね、ちょっと待って、ここ乗ってからだな、乗ってとりあえず止めよう、まず1回止めさ、えミスった、ミスった、危ね、大丈夫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 、これは大丈夫、これは戦いたいな、いけるいける、倒せる、 OKKO、 よーし、とりあえずここで150にしてるので、ここは守ろう、とりあえず E と、まだ裏取り来てない、 C 貯めるか、これ C 貯めた方がいいよね、これはエンマゾロか、エンマゾロ怖いな、これはとりあえず戦いに行きましょう、危ないで、痛い、やめて、あそれはそれはやめてください、ダメです、はいダメです、ダメですダメです、とりあえずこれ貯めてお願いします、あーいやこれ一人いってんな、待って痛い、危ねダメ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 、これはあー今エンマゾロ倒してから、いやダメか、今のダメか、ちょっと戻った方がいい、いやこれちょ僕はマムで行くわ、ここマムで行きます、マムでで取られるでしょ、いい大丈夫なんだけど、ちょっと裏取りではないのか、あれは多分チームブーストの間に行かれたんだけど、どうだチームブーストたまらないかな、これとりあえずあそこ、ここ取りたいな、ここ取りに行きたいので、ありがとうロジャーさん、ありがとう、じゃあロジャーさん抜いてもらったら僕、いやこれ全員で行った方がいいか、俺全員で行った方がいいか、いやこれ行った方がいいな、チームブーストもうちょい、なのでチームブースト、これは取りに行った方がいい気がする、どうしよう、これ一回アップね、いやこれどうしよう、抜くか、抜こう、これは抜きに行く、抜きます、私抜きます、僕抜ける、僕抜くわ、僕抜く、オッケーしゃで、裏取りはまだ来てない、いける、裏取りはいない、なのでここ絶対守ろう、よっしゃ来た、いいぞ、ありがとう
いや、ロジャーさん、ナイスです。ロジャーさん、ありがとう。別れエリーを吹っ飛ばしてくれた。あれなかったらやばかったんじゃないか。ロジャーさんが多分レイリーを吹っ飛ばしてくれたおかげで、そのゲッターになってすぐ取りに行けたから、そうだね、それのおかげだ気がする。というわけで、今回は、あ、坂月かやばい、こっちのメインの戦いになんか、なんだろう、集中しすぎてあれだったけど、あの坂月で、まあ、使ってみましたが、いかがでしたでしょうか。というわけで連勝ボーナス、あとちょっと、あと多分これこのままもし2連勝すれば、連勝ボーナス含めたら行くよね。そうだね、あと2連勝して5連勝だったら S、 よし、もうちょっとだ、よし、もうちょっと、もうちょっと。というわけで、またね、 S 昇格戦、いや、ね、S プラス昇格戦から動画にするとしたら分かんないけど、ちょっともしかしたら動画にするかもしれませんが、まあ、よかったらね、ちょっと見ていただけると嬉しいです。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。早く S プラス行きたい。いや、 SS 行きたいけどね。でもやっぱりまずは S からの S プラス頑張りたいな。お疲れ様です。バイバイ。